学びズム通塾在宅ともに春季キャンペーン実施中。詳細は LINE のこちらのボタンをクリック。噛めば噛むほど力つくっていうところでは、すごいシスターを秀でてるんじゃないかなと思います、ね、間違いないですね、はい。入試情報から勉強法まで受験生の役立つ情報を何でも話していきます。受験トーク、それでは始めていきましょう。ナビズム佐藤です。はい、本日なんですけど、やっぱその質問の中でね、多いのが、この単語帳どうですか、この単語帳の使い方教えてくださいみたいな、その単語帳関係のね、その質問がやっぱり多いなっていう風に感じましたので、今回はそのシスタンであったりとか、ターゲットであったりとか、まあその他単語帳いろいろあると思いますが、じゃあまずターゲットの方から見ていきましょう。はい、ターゲットなんですが、最近改訂ねされたばっかりかなと思うんですが、前のバージョンと、まあ単語自体は入れ替わってるかもしれませんが、まあ構成自体はそんなに変わらないんで、僕もね、実際その現役生の時にターゲットを、まあ一回使ったことがあるので、お話させていただくと、まあザベーシックっていうか、ザ普通の英単語帳っていう話かな。まあ単純にその英語が書いてあって、まあその訳が書いてあって、まあ重要でよく出てくるような訳には赤字が塗られていて、でまあその次に大事やでっていう風な単語の意味が黒字で塗られてて、でその後に派生語であったりとかで、右側のページにその例文がバーっと載ってますよみたいな形の構成になってるかなとか思ったりするんですけど、まあほんまに皆さんが想像する通りの使い方しかできないかなと思います。そしてね、その例文を見てその単語を覚えていくみたいなこともあるかもしれませんが、そのターゲットに使われてる例文で結構長めの文章とかも使われたりして、それ覚えるぐらいやったらもう一個一個の単語覚えていった方が早いわみたいな感じかなと思います。ただ情報量自体はね、他にももっと多い単語帳とかあるんですけど、まあ必要最低限載ってるかなと思うんですけど、特に初学者の人で注意してほしいことは、まずその英語一つありますよね。で横に日本語訳が1個2個3個みたいな感じでいろいろ書いてますが、まずは赤字のものから覚えていく。一気にね、一つの単語に3つの訳が載ってますよ。古文単語とは違って英単語がめちゃくちゃ多いですから、それ一気に全部覚えていくってなったら、頭の中パンクしちゃって全然前に進まなくなってしまうんでね、でストレス抱えてしまって、単語苦手や、単語嫌やっていう風な形になってしまいますから、まずはストレスがかからないような勉強で英語を見て赤字の日本語を答えれるような状態にしておく。これが1週目の一番大事なことかなと思いますんで、まあ今言った通り、ターゲットに関してはもうほんまに普通の単語帳っていう風なイメージかなと思いますので、変わった形でそのターゲットを使うみたいな、そんな試みはしなくていいかなと。ターゲット使いたいんやったら、皆さんがイメージする通りの単語の覚え方、これで問題ないかなっていうような形で思います、はい。経過さんから見てターゲットってどうですか？そうですね、そのターゲットを改定したところでも話すると思うんですけど、形が結構長文では出てこない形が見出し語になってることが多くて、まあいい面でもあって、例えば大地先生が一回授業動画でやってくれてるやつだけども、あの感情を与える形容詞みたいなやつ、はい、例えば単語中にやったらフォワードとボーリングみたいな感じで出てくるんやけど、はい、ターゲットボーアで出てくるんや、はい、動詞で出てくるみたいな感じ、まあ、フライディングとかも全部そうやねんけども、うん、そういう意味ではあの形自体直接出てくることないから、派生で結構覚えていかないといけないっていう、ちょっとそこの苦労の点では、まあやっぱ言ってもらった通り一歩目の単語帳としてはいいと思うね。学校の先生もすごい多分好きやし、単語ターゲットっていうのは、はい、そうですね。だけど思ってる以上に点数結びつきにくいとか、覚えたのに点数出ないんですっていうのが問題として出てくるんじゃないかなっていうのがあるので、はい、最初もちろん1周目で出し語覚えていくのは大事ですけども、2周目以降はあのターゲットってなんか青で覚えるところあるやん、あります。形語法が書いてくれるところあるから、あそこをしっかり抑える、あそこまでやって初めて力つくって思ってもらってほしいですね、はい、はい。次ね、シスタンなんですけど、シスタンはね、そのターゲット、まあ、あれがもうオーソドックスな単語帳っていうようなイメージなんですけど、シスタンはそこにね、その一つ工夫が加えられてるんですよね、はい。単語を覚えやすく、かつ、実際に文章に出てきた時に気づきやすくするために何が用意されているかっていうと、ミニマルフレーズっていうものが用意されてます、で、ミニマルフレーズって何なのかっていうと、その例文ほど長くない文章なんですけど、本当にね、言い回しです。一部分の言い回しってやつを使って、例えばこの単語っていうのはこういう形で、しかもこの動詞っていうのはこういう風に後ろにこの前置が来ますよ、みたいな形のよく使われるようなフレーズで単語を一気に覚えていきましょうっていう風な使い方ができるかなと、なので先ほどね、ケイカさんが言ってたようにターゲットっていうのは実際の英文で使われる形ではない可能性がありますと。ただそれに対してシスタンっていうのはミニマルフレーズの中で実際の例文ってやつを非常に見やすくなっていますから、まあそれもね、一緒にして覚えていくことで文脈で気づきやすいかなと、っていう風な使い方ができるっていうのがシスタンのまあ一番いい特徴かなと僕は思ったりしますね、はい。ケイカさんはどうでしょう、シスタンに関して。受験トークへの質問はチャンネル登録をしてコメント欄からお願いします。まあ、やっぱりシスタンとターゲットが比較されるんですけども、はい、言ったらターゲットやっぱりうちの子でもよくあるのが、ターゲット一冊目にあって次鉄壁行くみたいな感じでステップで結構使う子が多いんやけども、はい、シスタンやっぱもうシスタンで終わる子多いね、特にカンカンの率マージンに言ったらシスタンで乗り切れるっていうのが大きな強い点でもあると思います。もちろんターゲットだけ乗り切れる子も今までもいますけども、はい、やっぱり情報量が飛んでるので噛めば噛むほど力つくっていうところでは、すごいシスタンは入れてるんじゃないかなと思いますね。間違いないですね、はい、はい。まあシスタンと
とターゲットだけがこの世の中にある単語帳ではないので、まあ、他にもねいろんな単語帳があるかなと思うんですが、その次ぐらいにね、まあ、メジャーって言ったらメジャーなんかななのはもう単語かなと評価を思ったりしますね。単語のその構成っていうのは単語に関しても最初から革新飛躍勝利栄光っていう風に、そういう風な一つのブロックの中に基礎的な単語もあれば難関レベルで問われるよっていうような単語をこれを全て網羅してるかなっていう風にしてて、シスタンであったりターゲットだったら最初ねバーってその単語を一個一個覚えてる時は長文で知らん単語いっぱい出てくるやんっていう風な状況にねよく陥るかなとか思ったりするんですけど、単語の場合はもう最初からね基礎レベルの単語からでちょっと難しい単語まで一気にガーッと覚えれるので、まあ実際にその単語帳をやってて長文読んだ時にうわこれ単語で見たやつやっていう経験が一番多く作れるかなとか思ったりするので、まあ単語帳特に勉強めっちゃ苦手やわめっちゃ嫌やわっていう子に関しては、まあ実際やった勉強がその点数につながったりとか読めるようになってるっていう実感は得やすいかなとか思ったりしますので、単語をまあやっていくのはありかなと思ったりするんですけど、先ほど言ったように難しい単語が最初から入ってきます。はい、なので初学者であったりとか特にめちゃくちゃ英語が苦手やっていう子、特にその中学レベルの単語であったりとか高校の教科書の単語、それレベルの単語をまだ抑えきってない子がまず単語から手を出してしまうと、もう全然前に進まないっていうような状況になってしまいます。志望校レベルによっても使い方変わってくると思いますから、かなりねトップ校、例えば総計上智であったりとか、もうカンカン同率も狙いますね、英語は得意ですねっていう人に関しては単語をねこれ進めていってもらったら俺はいいんじゃないかなとか思ったりします。はい、ケイカさんがこれおすすめですよっていう単語帳ありますか？単語、学校単語やって、はい、折れたのにはやっぱそのやっぱり力ついたっていうのを実感しにくいので、まあ、学校で週に1回テストあってやっぱり本気でやらない時とかもあるから、はい、その全然本文で出会わないとかっていうのがあったから結構折れてしまって別の単語帳やってもう1回単語を戻ってきたっていう経緯があるので、はい、他の単語帳で行くとしたらやっぱり今すごい戦国時代からストック、はい、ストックやっぱおすすめですかね。はい、やっぱいいのが解説もつけてくれてるからこういう風に出てきてるからみたいな感じの解説ついてるのがやっぱり関先生のまあコメントついてるのが強いところもあると思いますし、あとは竹岡先生のリープも結構学校が結構採用してきてるところが増えてるっていう印象があるので、この2つが多分もう 2,3 年したらもう定番になってくるんじゃないかなとは思うので、はい、個人的にはストックがおすすめです。なるほど、はい、それとあとはやっぱ定番シスタン、この2つがおすすめにはなりますかね。なるほど、はい、それではこの動画はここまでしたいと思います。ありがとうございました。最後まで見てくれてありがとう。この動画がためになったと思ったら高評価とチャンネル登録をお願いします。マナビズム公式 LINE では大学別対策の e-book や映像授業を無料プレゼントしているので概要欄からぜひ登録してください。